皆さんごきげんよう。僕は既婚一人さんに対しての動画を出したら、このようなコメントをもらってちょっとびっくりしたんですよね。去年の2月にダルビッシュが、ツイートで紹介したからバズったんですよ。30年間無職引きこもりの慣れの果て、弟たちの障害年金も自由にして海外旅行に行ってるようなやつ、ひとりさんのことですね。今までの人生、逃げてきたやつ、今回も逃げたって。何これ？と思って、全く僕、ダルビッシュがツイートしたとか知らなかったし、弟が障害年金とか障害者っていうのは知ってたんですけど、この人が弟のね、障害年金をがめて、自分のお金にして海外旅行に行ったとか、そういうなんかが不正をしてるってことか知らなかったんですよね。で、もちろんこの人の言ってることが100%本当かわかんないんですけど、23件のいいねがついてて、僕はダルビッシュが不思議すぎる縁ですねって返して、で、それで実際ツイートのをちょっと調べたんですよね。ちょっとそっち見ていきましょうか。既婚一人さんが、去年の2月12日に BGM なし、テロップなしですが、独身無職のおしゃれじゃないモーニングルーティーンっていうのをツイートで流したんですよね。それに対して、ダルビッシュが、引用リツイートして、なんかこの方の動画好きなんだよなって言って、で、ダルビッシュさんがどういう生活をしているかも、概要欄に書いてありますって、確かに紹介してるんですよね。それでダルビッシュって、めちゃくちゃ有名な人で、255万人のフォロワーがいるんですよね。そうすりゃね、その確率、ね、分母があまりにもでかすぎるから、それバズるよねって話だと思いますね。で、僕はそれを知りました。僕が思ったのは、正直、基本ひとりさんの動画とかしっかり見てないから、何とも言えないんですけど、この人の動画のタイトルをバーって見た感じ、その弟の障害年金をがめて海外旅行に行ったとか、なんでわかるんだって思うのと、クリーンで健全な動画出してますよね。一番古い動画が、なぜ YouTube を始めたのか、サーフィンを見て散歩とか、QB ハウスに行くとか、本を紹介するとか、なんかいやらしさは感じないんですけどね、なんでこんな叩かれちゃうのかなとか、悪い言い方されちゃうのかなって思うんですよね。やっぱこうやってね、いい年した大人が自分のありのままをこうやって晒す人って、他にもやっちゃんねるとかキヨタンとかいるんですけど、そういう人たちのやっぱ性格とか人間性っていうのはやっぱちょっと難癖あって、それがこの動画の節々でなんか垣間見れて、なんかさっきのコメントした人なんかはそういうふうに捉えてしまって、必要以上になんか悪く思って悪い見方をしちゃうのかなって、ネガティブなフィルターでね。と、先ほどコメントされた人とか、おそらくね、普通の会社員で、生計を立ててる人だと思うんですよね。わかんないけど。そうなると、この人みたいに、ラッキーパンチが当たって、ね、お金ガッポガッポ入ってくるわけじゃないですか。で、この人もさ、ネガティブなコメントに悩まされて、コメント欄閉じるとか、わがままって言ったら言い方悪いかもしれないけど、もちろんね、悪口書く人がいけないんだけど、なんか、そういうのを快く思わない人、このね、回数もこの5万とか8万とか見てるから、42万、ね、再生数とかあるから、当然中にはいろんな人がいて、なんかさ、やっぱ認められないんだよね、YouTuber ってね。だからヒカルとかヒカキンとかは、なんかさ、YouTuber として、いろいろ企画とかさ、YouTube、はこうでしょみたいな感じでさ、面白いのをこうやってぶっ放すじゃないですか。で、こういう人っていうのは、だらだらとした日常動画を撮って、ありのままを見てくれって感じで、で、決してありのままも、なんかストイックさとか、なんか誠実さとか、あまり感じないんですよね、見てる側がね。とか、人をなんか楽しませてあげようとか、ね、笑わせてやろうっていう、そういう心意気も感じないわけですよね。で、だら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 した、日常動画を 恥じらいもなく上げて、それが再生数いっちゃうんですよね。それが YouTube のその性質でもあるんですよね。こういうさ、おじさんで日常動画を上げて、何から何まで朝起きて、家の中、寝起き、ね、風呂上がりとか、何食ったとか、普通そんなのを、晒さないじゃないですか。やっぱ、日本人独特のさ、ね、
表向き、よそ行きっていう顔とさ、そのね、自分のプライベートっていうのは、まあ、分けるとか、慎むとか、わびさびってあるにもかかわらず、全部をさ、晒してしまうっていうさ、しかもいい年したさ、ね、お父さんな年齢の人がですよ、やるってことで、やっぱ面白いんだよね、それが。面白くないんだけど、面白い。で、みんな見て再生数いっちゃうし、プラスダルビッシュみたいな人に紹介されたら、なお鬼に金棒ですごい数字いって、で、ガッポガッポお金入ってきて、やっぱその、構図、仕組みっていうのが、やっぱ YouTube ではなんか、当たっちゃうんだよね。それがいいか悪いかって、ほんと難しい話であるし、だからその数字が取れてる人が立派とか誠実とか優れている社会にプラスなものをたくさん与えてるから数字も伸びてるって比例しないんですよね。そこが YouTube なんですよね。だから逆にね、その社会にすごいプラスなことをして、自分はこういう仕事をして、こういう専門なことをしていて、これを知ってほしいって、そういう動画をね、たくさん上げたとしても、それがなんか、あっそうみたいな感じで、全然数字がいかなかったりするんですよね。だから、本当に、なんかね、YouTuber としての数字的なヒットと、その人間としての人間力の強さ、高さとか、社会貢献が比例しないっていうのが、一番のその YouTube 上の、まあ、問題は言い過ぎかもしれないけど、難しいところなんですよね。まあ、あと、まあ、日本人独特の、まあ、嫉妬をする感情っていうのはありますよね、嫉妬。俺はこんなにね、毎日電車に揺られて、満員電車に揺られて、手取り30万なのに、こいつはさ、ダラダラした暮らしで、こんだけ金か稼いでって、なんか、俺らもなんかちょっとアプリかなんか使えばわかるわけじゃないですか、この人のね、収入とかが。で、その嫉妬が妬みに変わって攻撃に変わるわけですよね。もう良くないと思うし、このなんか文明の利器が時にマイナスに働くこともあるんだなって思うんですよね。こればっかりは俺がどうこう言ってもね、解決もしないけど、まあ、こうなんじゃないのかなっていう、まあ、僕の気持ちをお話ししました。どうもありがとうございました。ちょっと付け足しますけど、基本ひとりさんやっチャンネルとか、キヨタンとか、まあ、あれ系の、まあ、おじさんで、まあ、なんか、張りのない日常を、まあ、動画にして、すごい再生数がいって、まあ、お金を、たくさん稼いでる人は、風当たり強くて、なんか、良くないっていう風潮なんですよね。で、アルタさんっているじゃないですか。あの人なんか、その中で、まあ、あの人はおじさんじゃないけど、若い女の子なんだけど、認められてるって言ったら語弊があるかもしれないけど、まあ、高評価の方が多くて、アンチも少なくて、なんか雰囲気いい感じなんですよね。で、それっておじさんだからダメなのか、ね、若い女の子だったらありなのかとか、ちょっと疑問なんですよね、その空気感が。で、僕は、これを見た人になんかコメント欲しいなと思うのは、まあ、あれ系の人で、この人だったら、なんか理解できて応援なんかする価値ありますよとか、応援に値しますよっていう人がいたらなんか教えてほしいなと思うんですよね。僕が知らないだけで。で、そのね、こいつはクズだみたいなことをさっきのコメントの人も言ったじゃないですか、基本ひとりさんに対して。でも、ね、この人は、まあ、クリアでいいんじゃないのっていう人とか 中にいないのかなと思うんですよね。その日常動画系のおじさんでって。そこはちょっと僕の中で引っかかっております。では。ありがとうございました。